おはようございます。手取り20万ボーナスなしで1年で160万貯めた節約お姉さんういういです。私は一人暮らしをしている年収300万低収入工場勤務の25歳です。節約が好きで、節約のためならあの手この手と日々節約生活を送っていて、貯金は25歳で700万達成しました。私のような低収入でも貯金できる節約術や節約生活を発信しています。はい、ということで今日はやれば必ず得する小さな節約術12選を紹介します。今から紹介する節約術12選を全部実践すれば、トータル最大年間30万以上節約ができます。人によればもっと節約できるかもしれないです。貯金はチリツモが大事だとウイブはずっと言っていますが、何からすればいいかわからないという人に今日の動画はおすすめです。また今日の節約術は、電気会社を変えるとか、引っ越しをするとか、稼ぎのいい仕事に転職するとか、そういう大掛かりで面倒くさい節約貯金術じゃなくて、誰でも今すぐできる節約術だけをまとめました。今日の動画の節約術の中の一つをもう早速最初に紹介しちゃうんだけど、最近ですね、新たな動画の楽しみ方が特徴である TikTok ライトっていうものがリリースされました。18歳以上のユーザーが特定のタスクを達成することで楽しみながらポイントを得ることができるというものです。獲得したポイントを TikTok ライトアプリ内で QR コード決済アプリ用のポイント、電子マネーやクーポンと交換することができます。 TikTok ライトの詳しい使い方や機能の説明は最後に説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では小さな節約術12選の紹介に行っちゃいます。はい、まず一つ目は、飲み水は水道水にすることです。ウイウイは基本飲み水は買わないですね。全部水道水で料理したりお茶を作ったりしています。そもそも日本は水道法によって厳しい品質検査を受けて各家庭に供給しているのと、飲み水として飲み続けても体に害はないよう定められています。日本に生まれてよかった。水道水にしたらどれくらい節約できるかというと、スーパーとかで売られている2リットルの水は安くても2リットル100円だけど、水道水はだいたい2リットル 0.4 円なので、毎日2リットルの水を消費するとしたら、1年でかかる金額は水道水だと146円、スーパーで買う水は36,500円もかかります。これは今日からやるしかないよね。二つ目は、コンビニになるべく行かないことです。コンビニはお金持ちが行くとこです。コンビニはスーパーで売ってるものに比べて値段が高いよね。コンビニでいろいろ買ってたら、気づいたらお会計が2000円とか3000円とかになってたことない？どうせ買うならスーパーによって節約しちゃいましょう。3つ目はキャッシュレスにすることです。キャッシュレスはポイントがつくし、そのポイントでまた物が買えるのでお得です。わざわざ ATM で現金を引き落とす手間もなくなります。ちなみに私は楽天カードで去年1年間は約1万ポイント貯めれました。4つ目はお弁当を作ることです。皆さん平日のお昼ご飯はいつも何食べてますか？コンビニで買った弁当、パン、外食する、いろいろあると思うけど、お弁当を作って持っていくと、どんなお弁当にするかにもよるけど、200円ちょっとで済みます。まあ、ウイウイの場合はお弁当を作ってるといううちに入らないぐらいなんですけどね。みんなこの動画で知ってると思うけど、トマトジュース、納豆、お米で、お米の値段を省くと、だいたい30円ぐらいで作れちゃいますね。5つ目は、お酒の頻度を少なくすることです。よく視聴者さんに飲みに行きますかとか、お酒飲みますかって聞かれるんですけど、ウイウイお酒全然飲めないんですよね。まだね、子供なんだと思います。お酒ってまあ高いし、飲めない体質もあって、だからウイウイは自然と貯金ができてる理由の一つかもしれない。あ、でも大学生の時はめっちゃ飲み会が好きで、でめっちゃ行ってて、でそこまで美味しいと思ってないのに行きて飲んでましたけどでももうそういうのやめました。まあお酒もほどほどにして、1日1本とか、飲み会は月1にするとか、ルールを決めるだけでもだいぶ節約になります。6
つ目は固形石鹸を使うことです。固形石鹸はだいたい4つぐらい入って180円ぐらいのものを私は使っています。で、ボディーソープだとだいたい1袋300円ぐらいしますよね。固形石鹸は一人暮らしの私の場合だいたい3ヶ月で1個消費します。で、ボディーソープは詰め替え用を使うとだいたい2ヶ月で消費するそうです。そう考えると石鹸の場合は年間で300円、ボディーソープの場合は1800円かかるので、石鹸にすれば年間1500円の節約になります。これは今すぐドラッグストアに GO だね。7つ目は使ってないプラグは抜くことです。ウイウイは人ん家いた時に抜いてないプラグあったらめっちゃハラハラするんだけど、ウイウイだけなんかな。完全にプラグ警察です。でも聞いて、資源エネルギー庁による家庭1世帯あたりの1年間の待機電力の消費量は 228kWh と推測されているみたいです。これは 1kWh35円とすると7980円だよ。電気代が高騰してるけど、まだまだ電気代節約できそうだよね。ここでみんながすぐできそうな待機電力が大きい家電を1個紹介します。今の時期はむずいけど、エアコンです。リモコンで電源オンオフを受け付けるから待機電力を結構消耗してます。エアコンって季節によっては何ヶ月も使わない時あるよね。だから使わない季節はプラグを抜いておきましょう。8つ目は電子レンジを使うことです。料理をするときはガス代節約のために電子レンジで一旦固めの野菜などは火を通してから調理をすると時短にもなって一石二鳥です。まだまだ暑い日が続くから電子レンジで完結する料理も探してみるといいよね。9つ目は洗濯はすすぎ1回にすることです。すすぎ2回から1回にすると縦型の洗濯機で約4リットルから57リットル、ドラム式だと11リットルから33リットルも水を節約できます。さらに洗濯の時間が10分ほど削減できるので電気代の節約もできます。ウイウイはなんとなくすすぎ2回の方がいいのかなと思っていつも2回にしてたんだけど、ある時1回にしてみたら、すすぎ2回でも1回でも特に洗濯の仕上がりはあんまり変わんなかったです。まあ洗濯機の種類とか洗剤の種類で1回と2回で違いが出るのかもしれないけど、特に私は違いが分かりませんでした。1個目はお風呂の残り湯を使うことです。洗濯にお風呂の残り湯を使うと毎日洗濯するのに使う水の量が50リットルだとしたら1ヶ月で1500リットルの節水になります。これが1年だと1万8000リットルの節水になって、水道代1リットルがだいたい 0.24 円と言われているので、計算すると年間で4320円も水道代を節約できます。また洗濯用洗剤は水よりもお湯で洗った方が汚れが落ちやすいんですよね。注意ですが、最後のすすぎはもちろん水道水を使った方がいいんじゃないかなとウイウイ的には思います。11個目はカフェに行く頻度を減らすことです。カフェってメニューの何から何まで高めですよね。ウイウイはカフェとかそもそもあんま好きじゃないし行かないので、最近のカフェのことがよくわかんないんだけど、カフェ巡りが好きっていう人は月だいたいカフェ代 1,2 万くらい超えてるんじゃないかな。市販のものでも十分カフェ気分は楽しめます。また甘いものを毎回頼んでる人はカフェに行く頻度を減らすと節約にもなるし、自然とダイエットにもなります。毎回ちゃんとしっかりご飯を食べれば甘いもの食べたいなとか小腹が空いたってならないです。12個目はポイ活をすることです。ポイ活のおすすめは私の動画でもずっと言ってきてますよね。ポイ活は誰でもできる副業です。毎日続ければ気づけばたくさんポイントが溜まってます。例えば最近ウイウイは TikTok ライトを使っています。動画視聴やいいね、日々のチェックインなどで簡単にポイントが貯まります。貯まったポイントはアプリ内でクーポンや電子マネーに交換することができます。動画を楽しみながらポイ活できるってすごい時代が来たよね。
今なら概要欄に貼ってあるウイウイの招待用リンクからアプリをインストールするとさらに多くのポイントをもらえちゃいます。一人暮らしの人だと2週間分ぐらいの食料分ぐらいになるんじゃないかな。私もこのアプリを使ってみたんだけど、会社の休憩時間とか電車乗ってる隙間時間とか動画を見てサクッとポイントがゲットできるから、そこもいいなって思いました。ぜひ TikTok ライトをインストールしてみてね。で、このアプリ気になっている方もいると思うので、簡単にアプリダウンロードから最初の使い方の説明をしちゃいます。5段階で知ってもらうことがあります。1つ目、まずは概要欄のリンクで TikTok ライトをダウンロードしてください。2つ目、アプリをインストールし起動してもらって、左側にあるウィジェットボタンをクリックし、新規アカウント限定報酬をゲットしてください。3つ目、アカウント登録が必要となるので、このタイミングでアカウント登録をしてください。ちなみにすでにアカウントを持ってる人は自動的に TikTok ライトでも連動できちゃいます。4つ目、その後は動画を見ながら好きな動画にいいねしたり、 TikTok ライトのアプリを開いて毎日チェックインしたりして楽しんじゃってください。最後5つ目、特にまだ TikTok ライトを使ったことない友達に招待するとポイント報酬が特に大きいらしいので、ぜひ招待もしてみてくださいね。でね、この機能の説明もしちゃいます。それはね、2つあります。1つ目は使い方はとっても簡単です。アカウント登録した後は左側のボタンをチェックしてみましょう。随時アップデートされます。2つ目、アプリ内で獲得したポイントの交換やポイントをさらに獲得できるタスクの確認は、下の真ん中のボタンをタップして入ったページでできちゃいます。はい、以上がアプリのダウンロードから最初の使い方と機能の説明でした。はい、ということで今日はやれば必ず得する小さな節約12選でした。節約貯金はチリズモなので、今日からできること、今からできることを少しずつ取り入れて節約頑張っていきましょう。今日の動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイビー。